まあ昔年金っていうのはもちろんなかったわけですよね。ん<ー>うん。大昔は。日本の場合は戦後だと思いますね。<ー>あの、その国民年金っていう、はい、国民全員が、あの、もらえるようになったの、もらえるような制度を作ったのっていうのは本当に戦後になったからだと思うんですけど。<ー>だから、60歳定年とかっていうのを前提にした制度でしたよね。<ー>まあ、定年がある会社とかだとありますよね。<ー>で、その後も、あの、もらえるように。 ということで、国民年金ってのができて、はい、時を同じくして、厚生年金っていう、はい、厚生年金っていうのは、主にその企業が、はい、あのー、積み立てるというか、あの企業が、<ー>企業のまあ社員、会社員が払う年金ですね。うん、で、まあ、点引きされるんですよ、給料から。どっかの会社に所属してると。はい、でね、税優遇かなんかがあって、はい、で企業が半分負担するのかな だから要は、あの、税金の優遇があるんですよ。年金ってみんなが払いたいインセンティブをつけるために。うん、だから、確か半分ぐらい負担してくれるんですけど、うん、あの、その分税金が緩くなるんですよね。うん、要は、課税所得がその分下がるんで、うんうん、でも将来的に年金でもらえるでしょうみたいな。うん、国民年金よりも、厚生年金の方が払う金額が毎、毎月払う金額がでかいんですよね。 あとはまた別に、その公務員とかの人たちはまた別の年金システムがあるんですよ。で、さらにその上に確定拠出年金とか、うん、401K とかって言われるようなのがあるんですそれはもう2位なんです多分ね、みんながすごい一番誤解してるのが年金システムで誤解してるのは、年金は積み立ててるもんだと思ってると思うんですよ、皆さん。うん、違うんですよ。実は、今の年金って修正付加方式って で付加方式っていうのがあるんですよ。はい、積立方式じゃなくて付加方式っていうのがあって、はい、付加方式っていうのは今年金をもらってる人たち分を現役の稼いで税金を納めてる人たちが、うん、あの分担して払いましょうっていう制度なんですよ。<ー>で今は修正付加方式って言って、はい、付加方式ななんだけど積立もやってますみたいな最初は実は日本政府は積立方式で行こうとしてたんだけど、はい、どう計算しても無理なんですよ。 人口が増え続けてると、積み立てでいけんだけど、人口減ってるじゃん。現役世代が、あの、積み立てたお金もあるんだけど、払ってしまったら積み立て金にして、積み立て金の運用もするんですけど、付加方式って言って、も税金を取って、あの、年金払うみたいな感じになってんす。それのハイブリッド方式なんですよ、今。修正付加方式っつって。その、もらえるかもらえないか問題で言うと、もらえます。ただし、 支給開始年齢が後ろ倒しになります。いい60歳から、今多分60歳とか65歳とかになってるんだけど、はい、それ厚生年金とかでも違うんだけど、じゃあ5年我慢して、70歳からもらいます、僕は。はい、長生きするつもりなんで。つったらもらえる額が増えるんですよ。うん、でも俺なんか早死にしそうだなと思ったらもう60歳からもらいます。 まず、もう、どうやってもこれきついなって思ったら、じゃあ、60歳を65歳にします。70歳にします。最低でももう70歳からしかもらえません。ってなるかもしれんい。いや、積み立て金も170兆円ってあるから、今すぐ破綻することはないし、それで調整できるから、絶対もらえる。けど、長生きしないともらえなくなる。年金を納めてる人たちは、たくさんいるわけで。 その人たちの分と積み立ててた分の運用したお金があるので、それは絶対払えるんですよ。うん、というのは年金というのは実はみんな自分が払うもらうぐらいしか考えてないと思うんですけど、巨額の資金が動くじゃないですか。だからお金がプールされてるわけじゃん。それは結構その長期投資用の巨額な資金として株式市場とかで重宝されてるんですよ。